お地蔵さんが向いてるのは、はい、あっちの道ですか。道の方も行ったんです。あ、方向に向きを変えて、はい、それをこっち向くようになっ、あの変えたんですよね。でここにちょっとこう石碑が見えて、それがあれですもんね。そうです。あれもここのお家を建てるときに移動させたということですか。あれは昔からあそこにありましたね。じゃあこの後移動したんですね。はい、もしくはあ、そうか。うちのあのバトカノの石田門でそこを移したんです。これですか。そこを移したんですよ。この供養は一体何のためでしょう。わかりますか。なんかわからないんですけどね。あのどなたかが亡くなられた、はい、あの百日咳とかって子供のその病気が治ったということで、はい、ありがたいお地蔵さんのおかげだということで、それでこのあのきちんとよざれがけをあの会に来られる方いたんですけど、はい、うちでも年寄りが丈夫の時は あの時々そうが赤く変えて変えてもうだいぶもうあれ古いですもんね。古いですね。そうだったんですか。そういうような話だったんですけど、じゃあちょっとよろしいですか。どっちの方向向いてたかちょっとそれだけ。私も小さい頃は これですね。はい、名前入ったあれだと思うんで、はい、ここへ移したんですよ。本当だ。これはじゃあここの個人の持ち主さんの、これなんて読むんでしょうか。なんて読むんですか。石倉さん。石愛って言います。石愛さん、会うっていう字ですね。はい、そうですね。合流の合ですね。はい、あの、はぁ、1号2号の号、はい、じゃあどっち向いてたんですかね。これはこのまま移動してない。これは移動してない、うん、ということは、はぁ、ということはこのお地蔵さんはどっち向いてたんですか。はい、じゃあ、あのお顔はこっち向いてる。そうですね、ということはこれは、ということはあれは移動してないってことはこっから撮ってるんですね。こっから、ね、こっから撮ってるんだ。あの建物をここに作っちゃったもんで、はい、景色がだいぶ変わっちゃったんですけど。ああ、そうですよね。この建物がなかったから、はい、ここの景色も全部見えたんです。あの山がこれ見えてますもんね。はい、はい、じゃああれはあのままお地蔵さんの向きとこの墓石目っていうか、この向きが変わったって。あの今までは道の向かいにここに、はい、場所はここのまま。そうです。あのお地蔵さんもこれもこっち向きだったんです、はいはい、でここのままでこっち向き、はい、ここにあったわけじゃなくって、ここにあったんです。ここへ行く。あ、ここにあったんですか。そうです。こっち向きで、こっち向きでこの2つはここにあったんですね。であれはあのまま。そうです。はあ、じゃあこうだ。じゃあこうですね。はい、ああ、だ、それだったらぴったり合います。それでこの消火栓なんかは後でつけて。で、これ見てください。はい、この林。林のあれですね。そうです。ああ、ぴったり合います。はい、で、さっきのあのお家に入れられたあの石碑もそこの消火栓のあたりに。ここらの辺にあってね。ね。それで。ああ。帰る時にうちもじゃああの個人のもんだからって移した。そうなんですか。はい、石愛さんっておっしゃるんですけど、このお家の方なんですが、あの石碑は一緒、そしてこの2つはここにあって道を向いてたんですって。そしてあの小さなこの石碑は石愛さんのものなので、お庭に今飾られてます。あ、これだったのが、はい、あの石愛さんって名前も掘られてるので、あ、うちが大事にしないとということでお家で保護されてます。あ、そうですか。ええ、もうすごいすごい、もうあのこの方もあのすごい男はつらいよ、寅さんの大好きなタクシーの運転手さんで、私の女房は立石なんですよ。立石なんは古町です。古町、はい、ああ、そうなんですか。兄貴のね、娘のそこにお目にかかる。ここからなんだ。農協へ行ってる、あの店あるでしょ、お店あるでしょ、お店のところ入ってって、なんかね、息子さんは農協、兄貴の娘の旦那は農協行ってるんです。高さんですか。忘れちゃったけどね。農協行ってるもん。息子さんとか僕はね、